巨人 VS 阪神戦4勝13敗。阪神度がホームラン多くて草。投手力が団地すぎる。岡田とわらなぜ差がついたのか。先発投手さえ下ろしてしまえばもうこっちのもんやからな。ホームランですら負けてるのやばいやろ。ホームラン数で巨人負けてるんかよ。そんな打線すごそうに見えないのに途方滅多打ちにする謎。合計本塁打数圧倒的に違うのになんで負けてんねん。戦力的には張り合えるのになんでやろな。途方当てられすぎて慣れちゃってる感あるぞ。途方140球やってたら案の定壊れてくさ。矢野になってからなぜか巨人に勝てるようになったんだよな。阪神の本拠地が東京ドームなら何本打ってたんやろ。近本中野の1番2番やばすぎるわ。理想のトップバッターだろこれ。絶対どっちか出塁するし走るやん。こいつ毎回ヤクルト中日ボコボコにした後阪神広島にボコボコにされてんな。途方ぶつけすぎて阪神打線に研究された模様。目先の勝利が欲しくてぶつけすぎは良くないで。矢野になってからっていうより甲子園で坂本下げてショート若林にして追いつかれた試合あったやろ。あれ以降なぜか異常に相性が悪くなった。途方でも連敗でも終わりや。まあ今日は濃紺横浜戦やからワンチャンあるけど。ご視聴ありがとうございました。